どうもピッチピッチーなテクタンと申します。入り神2実況プレイパート102始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、最終話入り神のエンディングでございます。七原さんを乗せたヘリを見送り戻ってきたロビーには兄さんとひとみさん、それにちゃっかりと優香さんの姿まであった。バッドエンドではね、どうやら優香さんなんか死んじゃうみたいなんですけど、よかったです。優香さん、こんなところでうろうろしてて大丈夫なのかい？もちろん、若いから回復も早いのよ。笑って見せる顔はとても昨日まで死にそうな様子で寝込んでいた人物とは思えない。何はともあれ元気になったのなら何よりだ。どうしたんです小暮さん、一生懸命僕の後ろになんて隠れて。あ、どうしたん、なんでどうしたん。あ、いや、そのほらあれであります、常世島のたたりが映ったら一大事だと思いまして小学生か。心配ご無用、私は日頃の行いがいいですからね。神様の怒りもバッチリ解けちゃいました。あれ、何やったんやろね結局優香の。何バカなこと言ってるのよ、たたりなんてそんなものあるわけないでしょ。フード病にかかったんかな。で、あれかな、あの七原先生がフード病を治す薬、その臓器から作ったって言われる、それを飲ましてくれたんかな。実際そんな、それで、ちょっとよう分からんけど、まだそんなよたごとを言うのかというような眼差しで鴨泉警部補が律儀に突っ込む。超常現象やオカルトを容認できないなら放っておけば良さそうなものだが。罰当たりな人ですねカゴメさん、そんなことばっか言ってるとろくな死に方しませんよ。人の心配をする前に自分の心配をしなさい。好奇心猫をも殺すって言うでしょ。これに懲りたらむやみやたらにうろちょろするのは控えることね。そんなさ、でも簡単にフード病になるんやったらさ、結構フード病の人溢れてるんちゃうんと思うけど、元気になった途端にこれだ。しかし、もしかして鴨泉警部補と優香さんは本人たちが思っているほど仲が悪いわけでもないのかもしれない。本人の気持ち次第でしょ。相性が悪いわけじゃないっていう、それだけで、仲は本人が悪いと思ってるんやったら悪いでしょ。不毛な言い争いを続ける二人をよそに、兄さんは声を潜めると僕に尋ねた。別館の瓦礫から安住の遺体は発見されなかったそうだが、え、あ、そうなん？ああ、そうなんだ。奇妙なことに瓦礫に消えたはずの安住さんは見つからず、彼のいた痕跡さえ発見されなかったという、あれか、オカルトルートやからさ、実はいなかったっていう、そういう話なんかもしれへんね。まるで幽霊が現れパッと消えてしまったようにも思えるが、まだどこかで生き延びてるかもしれないわね。あ、これあれやん、最初その服着てたもんね。そういえばこれね、どうなんだろうな。兄さんとひとみさんは揃って窓の外、青く穏やかな海へと視線を向ける。一度は失われたはずの命を恋人の手によって取り戻した安住さんは今どこでどんな思いでいるんだろう。え、取り戻したんですか。生きてさえいれば間に合わないことなんて何一つない。そう思って生きてきた僕だけれど、安住さんの悲しさを秘めた眼差しはその信念を揺るがそうとしていた。自然の摂理に背いてまで命をつないでいくことが不自然というのなら、運命に背いて命を救おうとする僕の行動もまた新たな歪みを呼び起こすだけなのだろうか。いやー、つなぐのとさ、そのなんていうの、つないでいくのとさ、なくなったものを復活させるのはまた違うもんね。きっとどの問い、こういった答えは出ないだろう。僕がこの仕事を続けていく限り、誰か一人の命を救うたびに同じ問いを繰り返し、僕は僕に問いかけ続けるのだ。結局流行り神って何やったん。流行り病なんていうの、フード病のことやとしたらさ、それがタイトルになるの、そんな大きな話っていう感じもするけどね。今のひとみさんと同じように自分のやったことは間違ってはいなかったのかと。そういえば一つ確かめておきたいことがあるんだひとみ。何かしら。間宮くんのことなんだが。ああ、そのことね。そうだ、それは僕もひとみさんに聞いてみたかった。ああ、連れ去った話。まさかひとみさんに限って優香さんから心臓を取り出し、それを使って安住さんを生き返らせようとしたとは思いにくいが、それを否定するだけの代用もない。そんな僕の心中を見抜いたようにひとみさんはこともなげにと。あ、ちゃうわ、七原先生じゃなくて、あれか、ひとみさんが直したんか。間宮さんがこの島のフード病に感染していることはすぐに分かったから、
とにかく一刻も早く隔離しなくてはと思って強行取材に出させてもらったのよ。それに感染して間もないマミヤさんなら抗生物質が効いてくれるかもしれないって望みもあったしね。それならそれで僕らに一言ぐらい説明してくれてもよかったのに。確かになんかね、ただの犯人みたいになってたもんね。そうね、冷静に考えればそうすべきだったんでしょうけど、あの時はとにかく急がなくてはっていう焦りと安住くんのことがね。ふと一瞬遠くを見透かすような目をしてひとみさんは言った。彼のことは私が一人で何とかしなきゃって思い込んでいたから、結局何もかも亀田くんに助けてもらっちゃったんだけど、ようやくひとみさんにいつもの軽やかさが戻ってきたようだった。でも悪かったわね、せっかくの休暇を邪魔しちゃって。いやもう台風が来た段階でね、そもそもなんか休暇どころでもなかったし、事件起こしたのはひとみさんじゃないし。 いえそんなの気にしないでください。どっちかっていうと休暇を満喫しているのは私たちじゃなくて引導警部なんじゃないの。まあそれはそうだ。ようやく優香さんとの口喧嘩も終わったのか、鴨泉警部補がそんなことを言う。留守は任せろぐらいの勢いでありましたが、きっとなめけまくってるでありますよ。それありそうですね。いや、嫌何してるか分かれへんよ。がっつりなんかね、何かしているかもしれへんよ。インド警部が仕事をしないのはいつものことだから仕方ないとして、編纂室に無人の状態が続いているのはやはりよろしくないだろう。どの道今回の事件について軽く報告を入れておく必要かもある。僕は携帯電話を取り出すと編纂室の直通電話にかけてみることにした。そういえばさ、あの人道明寺ってどうしてるんやろうね。一応道明寺がね、進めてくれたわけやけど、この仕事というかなんというか。延々続く呼び出し音にやはりサボりかと思い始めた頃、はい、編纂室です。本日の業務は終了やで。あ、インドさんいらっしゃるやん。窓見した声が聞こえてくる。どこの世界に平日の真昼間から業務終了してしまう警視庁の部署があるというのだろう。インド警部、柿の種です。なんや、あんたかいな。どうやバカンスは。超エンジョイしてますよ。あ、土産は酒の 2,3 本も買ってくれればええから、こんなとこお酒のさ、お土産なんかあるんかな。なんかそういう名産品みたいな。それが実はちょっと事件に巻き込まれてまして。なんや、旅行先でも仕事してたんかいな。まあ、そんな感じよね。ほんま、真面目なやっちゃな。あ、休日手当は出えへんから、そこんとこよろしく。そんなものは最初から期待してませんけど、一応警部にも報告入れておこうと思いまして。まずですね、あー、全部話すんの結構長いよ。あー、もうええて。そんなん帰ってきてから報告書にしたらええねん。だって知ってるし。あるかもしれへんね。ですが、電話でいちいち備え長い話聞きたないわ。せっかくうちも休み気分を満喫してるんやから。休むな。やっぱりそうだったか。それでも編纂室に来ているだけでも上出来と思いきや、次の瞬間インド警部はとんでもないことを言い出した。あ、なに？せや、うちももう少しぐーたらしてたいし、あんたらもうちょいそっちで休んだき。なんか帰ってこられたら困るような事件とかあったりしてるんかな。もしかしてわからんけど。でもそろそろ仕事が溜まってきたんじゃん。ない、全然ない。うちの貯金ぐらい綺麗さんぱりやん。貯金ないんや。しかしもかかしもあるかいな。おっとあかん、そろそろ行かんと遅刻やわ。今日は仲間内で麻雀大会やねん。どういう仲間？気になる。ほな、ゆっくり楽しんでな。切られてしまった。でも宿の予約とかももうあれなんじゃないと思うけどね。どう？まだ編纂室あったのかしら。幸いにも編纂室は存続しているみたいですし、インド警部も盗聴だけはしてるみたいです。何でも仕事がないからもっと休んでろって。その言葉に鴨泉警部補が驚いたような、嬉しいような、それでいて怒り出しそうな不思議な表情を見せる。
何企んでるのかしらあの人ね。今回は何してるんやろうね。さあ、しかし仕事がないから休んでろというのも国民の血税で養われている身としては複雑ですね。ほんまにさ、こういうなんやろ、武将がもしほんまにねノンフィクションで存在するんやったら、それこそもう叩かれまくりの武将よね。言うて割と柿の種くんは仕事してる気がするけど、しかしせっかくのお言葉でありますし、自分は休めるうちに休むのがいいと思うであります。能天気でいいわね、小暮くんは。そうでありますか。でもまあそうですね、結局休暇はろくろく楽しめなかったですし、もう少しだけ延長させてもらいましょう。優香もワクワクなんじゃない、フィールドワークしたそうやったしね。柿の種くんまでそんなこと言って、もうクビになっても知らないわよ。その時は鴨泉警部補殿も一緒であります。変装室来るんじゃなかったって思うよね。科捜研にいればよかったって。今はこんなに穏やかでも、きっと東京に戻ればまた新しい事件が僕らを待っていることだろう。この島が真実を導き出すため僕らを呼び寄せたように、編纂室でしか扱えない事件はきっとどこかで何をしていても僕らを招き寄せてくる。それなら今はその濃い闇に染め上げられてしまわないように、日常の楽しさを光のある道にいられることをせいぜい楽しもうじゃないか。闇を抱えた人たちに光のかけらを手渡せるように。何いいこと言って締めてる、そういう感じになってんの。あ、完全にこれで終わりなんや。まあええよね、まあ S じゃないよね。あ、道明寺パートなしですか。あ、シナリオシナリオ、あ、スキマロックの方。あ、あれ、いや、スキマロックはいいんやけどさ、最初は伝言、コケツニラズンバ、近畿の島、ま、三つ、ま、このやった、多分誰それ編みたいな、なんかあると思うんやけどさ、それが解放されてへんね。ま、解放条件なんなんやろ。流行り神、ここのやつでさ、その解放されるようなちゃんとしたルートに行ってないんかな。わかれへんのやけど、道明寺パートもなかったし、なんか、あるよね、その、めっちゃごちゃごちゃしとった割に、終わりだけ以来なんかあっさり帰ってきた感じして、なんかさっとエンディング終わったなっていう、そういう印象やもんね。まあ犯人もはっきりわかったし、ひとみさんがなんで来てたかもわかったからあれなんやけど、結局流行り神か何かっていうのはね、まあ、予想でしかわからん段階であるしね。この写真のあれか、左が安住で、この真ん中ないのね、このレンコンみたいなやつ。まあ、ちょっと、じゃあ選択肢回収若干、入りますか。友達の友達、フレンドオブアフレンド。とりあえずまずさ、あれ見ましょうかね。分岐ツリー。うん。まあ、まあなんかいつも通りの分岐で、ここなんか大きく分かれてるね。まあいつも。なんか見たくないもん見てもたけど、何これ 1,2,3,4,5,6,7,8 何このセルフクエスチョン。え、マジか、ここのセルフクエスチョンやばない。うわー、でも逆にこんだけ綺麗に分かれてる方がさ、ちゃんと回収しやすいかもしれへんね。はー、なんでこれ左だけなんやろ。あ、ここはここで4つもあるんや。で、どこからがルート分岐やろ。ここでもなく、あ、ここっぽいね、ルート分岐。右に寄ってるもんね。なんか長いな。あれかな、科学ルートの方がなんか選択肢多かったりするんかな。で、こっち来て。真ん中に寄ってるね。なんか寄ってるね、これ。オカルトルートってずっと右行ってるはずやけど、なんか真ん中寄ってるね。途中から合流とかするんかな。だってめっちゃ真ん中やもんね、このロジックとか。ここもなんか変な形になってるね。あれなんや。あの、ロジック終わった後でも結構分岐あるんや。まあ、バッドエンドはね、前回見ちゃったんでね。ということで、じゃあ、まあ、また分岐ツリー上まで戻らなあかんやん。あの、オートスキップ使いつつね。
ちょっと選択肢回収若干入っていきましょう。流行り紙。最初の選択肢はどこにあったかな？とりあえず、休暇を楽しもうみたいなね、そんな感じ。あ、なんかさ、エアコン、そう、直すところからあったね。うわぁ、使いたくないな、こんなところで。ちょっと待ってよ、まずセーブを、もうね、上から消して大丈夫なんで消していきましょう。よっ。ね、こんなとこでカリッチポイントさ、消耗したくないんで、先にこっち選びましょうか。もう帰ります。暑さで脳まで溶け出したの？今はまだ就業時間中よ。この暑さじゃ脳みそが溶け出す前に、北極の氷が溶け出してきて、上がった水位で変酸質も水没しちゃいますよ。何言うてんねん。北極は海に氷が浮いてるだけだから、溶けても水位に対した影響なんか出ないわよ。溶けちゃまずいのは南極だし、そもそも上がった水位で変酸質の水没を心配するのならエアコンを使って CO2 の排出量を増やすのは自殺行為だわ本気でそうは思ってないよ、そうなるって。しかしまあ南極が回収されましたね。慣れないことはするもんじゃない。苦し紛れの言い訳は鴨泉警部補に軽々と粉砕されてしまった。しかしこの過酷な状況と気温を甘んじて受け入れるわけにもいかない。だからってこんな状況で働いていたら室内に寝ながらして脱水症状で病院に運ばれかねませんよ。浸透を滅却すれば火もまた涼しい。そうして大声を出すと余計熱くなるからおとなしくしてなさい。冷えピタハロー、冷えピタ。カゴメさんと同じように顔色一つ変えず汗の一滴も浮かべていない鴨泉警部補にそう言われてしまっては返す言葉も見つからない。とりあえず冷静さを取り戻しながら椅子に座ってみたはいいものの、この状況で弱音一つ吐かないとは今更ながら鴨泉警部補が本当に人間なのか疑わしく思ってくる。もう就職してないね、就職。この人もしかしてサイボーグなんじゃないのか。いや、ロボなら今頃熱暴走してるか。何をブツブツ言ってるの、柿の種くん。 いえ、暑さで頭のネジが少し危ないところだった。思考がそのまま口からダダ漏れになっていたらしい柿の種くんすぐベラベラなんかね、言っていいことも悪いことも喋っちゃうタイプやもんね。間抜けそうな作り笑いで鴨泉警部補の追撃をかわした僕は額の汗を拭いながら沈黙を守るエアコンへと視線を向けた。何も業者が来なくてもこのエアコンさえ直ってくれれば文句はないのだが、あ、まだやね。ちょっと待って、読めてないよ、さっきのとこ。先輩、細かい作業は得意でありますか。恨めしげにエアコンを睨んでいると小暮さんが僕にそう問いかけてきた。どうやらお互い同じようなことを考えていたらしい。修理ね。正直あまり得意はないんですが、そうも言ってられないようですね。オス、凶悪犯から市民を守って死ぬのは本望でありますが、ここでかしこしするのは不本意極まりないであります。僕もです。となればなすべきことは一つだけだ。あ、まだやった。もうこれ分岐ツリーちゃんと見た方がいいかもしれない。もうこれ戻るの大変なんですよ。これ早く戻れたりせえへん？そんなことない？なんかめっちゃ早く戻れたらいいのにね。これどのボタン押してもダメなんよ。いや、すごい分岐ツリーよね。すごいよね。もうカットしない気でね、まあ、ベラベラ何も内容のないことをね喋っていますが、あー、来た、まだ全然収束してないね。さっさと修理してちょうだい。ただし修理中に壊した場合は自腹で弁償よ。なんたる理不尽。あまりのことに言葉もなく、そもそも反論する体力さえ惜しまれて、僕は長々とため息をついてから黙ってエアコンカバーに手をかけた。もうそろそろお話一緒じゃん。おー、収束しましたね。それではじゃあこれをロードしまして、カリッチポイントをね、はい、元に戻して、ここが我慢のしどころです。よし。もうね、暑さもね、我慢人間できるんですよ、気合い入れればね。私は我慢したくないですが、このエアコンを動かす電気代は市民の税金で賄われているんです。
しかしその市民の中には自宅にエアコンを設置することもかなわず、額に汗して働いている人もいるんですよ。それを思えばこのぐらいの苦境なんというほどのことでもありません。いやでもね、熱中症はね、シャレにならんからね言うときながらあれやけど、シャレにならんから。だいたいほんの数十年前まではエアコンなんて便利な道具はありませんでした。その代わり気温が涼しかったもの。夏場は風鈴や打ち水で暑さをしのいで暮らしてきました。絶対暑さ普通に違うもん、わかるもん。現代文明に飼いならされた僕たちだって時にはこうして耐え忍ぶことも必要だと思います。だが僕のほとばしる情熱は三者三様の冷たい眼差しで跳ね返された。うちかて税金ぐらい払っとるっちゅうねん。まあ、確かに警察官が払ってないわけじゃないよね。別にあんま詳しくは知らんけど、柿の谷くん、50年前の8月の平均気温と現在の8月平均気温の違いがなんとか知ってる？どれぐらい違うの？詳しくは知らんないけど、天板変算室は地下の上に窓もないでありますから、うっかり打ち水などしては蒸し風呂状態になってしまうであります。地下って暑いんやね。なんか暑そうな雰囲気もしつつ、なんか別になんか涼しそうな印象も持ちつつみたいな感じやけど、どうやら理解も賛同も得られなかったようだ。肩を落として椅子に座る僕に鴨泉警部補の容赦ない進撃が向けら追撃向けられる進撃するなアタックオブタイタン。これを苦境と言う前に、まずはできるだけのことをしてみるべきよ。柿の谷くん、エアコンの修理よろしくね。あ、結局僕が修理するんですね。わかります。僕がですか？21世紀のおまわりさんだもの。それくらいできて当然よおまわりさんを何だと思ってるんです？21世紀の電気屋さんならそのぐらいのことは朝飯前だろうが、一体いつから電気修理まで警察官の仕事になったのだろう。しかし鴨泉警部補の言葉に逆らう気力もそろそろつきそうだったので、僕は黙って工具箱を探し始めた。先輩、自分もお手伝いさせていただくであります。小暮さん、もしかしてこういう作業が得意だったり？はっはっは、バレてしまったでありますか。自分こう見えてもテレビやラジオの修理が得意でありまして、こう斜め40度からスナップを効かせて横っ腹をバンと、これってほんまに治るの？私はやらん方がいいと思うんやけど。得意満面で平手の素振りをしてみせる小暮さんに、僕は工具箱を預けていった。じゃあ小暮さんには脚立を押さえる係をお願いします。しかし先輩、自分が一発入れればきっと一発入れんな。僕が見ても直せなかったらそのやり方を検討してみましょう。しかしこのオンボロエアコンにオンボロもエアコンもカタカナやから、なんかちょっとかっこよく見えるな。オンボロエアコンに小暮さんが平手を入れたら、それだけでバラバラになって壁から剥がれ落ちてくるだろう。諦めにも似た気持ちになりながら、僕はエアコンカバーに手をかけた。いい感じです。どうです？先輩、大丈夫でありますか？お、これで収束しましたね。はぁ、じゃあまあこっからは今時間がいい感じだと思うので、今度にして、データベース多分南極だけ回収されたと思うんやけど、まだ四国率58か。南極読んどこっか。南極の氷は地球全体にも影響を及ぼしている。大陸の表面はその 97.6% が氷に覆われて、あ、微妙に陸見えてるの？おり、その体積は地球の雪や氷の 90% を占めている。めっちゃ多いやん。え？そうなんや。じゃあ、北極よりもはるかに多いってことなんやね。温暖化が騒がれる昨今、この氷が全て溶けると世界中の海面が70メートル上昇すると量と言われている。や、大概高いよね、70メートル。それぐらい多いってことやね。しかし一方ではこんな声もある。北極の氷山は海の上に浮かんでいるので氷が溶けても水位は上がらない。しかし南極大陸には土地があり、その上に氷が張って氷山がそびえ立っている。この氷が溶け出して初めて海面が上昇するのではないかという説だ。もちろんこの説だけを盲信し、だから北極の氷は溶けても構わないという結論は乱暴すぎる。まあね、その北極の氷が溶けるぐらい熱くなったらさ、そもそもなんか普通のその北極以外に住んでるとこってめちゃくちゃやばいことになるよね。事実、地球が始まって以来、温暖な時期には海面が上昇し、
氷河期にはそれが下がるということも明らかになっている。また南極には様々なペンギンやアザラシをはじめとし生き物たちが暮らしている。我々人間の住む場所が水没してしまうことも、憂慮、憂慮すべき時代、事態だが、このまま温暖化が進めば南極に暮らす罪なき生き物たちまで住処を失ってしまうのだ。また余談ではあるが、南極にある昭和基地の電話番号は東京都内と同じ03から始まる番号である。あ、そうなんや。これは昭和基地へ電話が板橋にある国立極地研究所を経由しているためである。ほん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 、なるほど。南極ってなんで大陸あるんやろうねって言われても困ると思いますがということで、じゃあ次回からまあ選択肢回収してね、どんどん埋めていって、オカルトルート行って、なんか結構今回分岐ツリーがねまた変わった形してるんでね、そこら辺もちょっとしっかり回収していきたいと思います。ちなみに今全体既読率が 66%、 あと 34% ですね。あ、ていうか別に増えてないんか、 66% やったら前から。まあなんとかねしっかり読んで、この最終話以降のね、多分なんちゃら編とかあるんじゃないかな、その辺のシナリオもね出していきたいと思います。はい、ということで今回はこのあたりで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。